ところ、カラットジュースってそんなにうまいのか？さあな。カラットジュースはね、ん、高級で高価なものしか食べない牛なんだ。その肉は絶品で、止めどなく溢れ出る肉汁は肉のジュースとも呼ばれている。それで高値で取引されるのね。詳しいね、ロビンさん。わかるわよ、ここ。あれを見ればね。高価なら宝石も食べちゃうカラットジュー氏の骨は数千カラットのダイヤでできてるって話よ。絶対手に入れるわ。なるほど。だから18号も張り切ってるんだな。お父さんと同じコースを行って勝つ自信はないな。待ってくださいよ、一人にしないでくださいよ。よしまった、ナミさん、リンちゃん、うるわしの天使たちとはぐれてしまった。うふふ、天使ってあたしゃのことか。違う。満腹ヒヒ、下がっててください。ここは僕が。待ちなさい。戦う必要などありゃせんじよ。え、森の食通と言われるこいつは、のうまいもので満腹にすればおとなしくなるじょ。なるほど、やるか小松。え、俺らの料理うまいか。すごい食欲が。こんな戦い方があるなんて。超暑いし。ふふ、暑い。死にそう。もう死んでますけど。ダメかも。パフパフしてくれれば助かるかも。私もパンツを見せていただければ。させるか。しつっこいな、お前。おい、マジでおめえサイボーグなのか。スーパーじゃねえか。なんか変態ばっかだし。おいおい、それ褒めすぎだぜ。褒めてないし。ルンルンルン、コテ、ここは協力していくぞ。うん、トランクスくん。ルンルン、ピーヤッハー。